邪魔をするな、まだだ。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。少し褒めてやりたい気分かな。どういうことだ。セプトン、やつが江戸先生の手で作ったおかげで、こうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならばもうかなわなかった戦いだ。モクトン、六輪の術。モクトン、六輪の術。現在の木陰に比べ、柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っている。今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。昔求められているものでしか力は全てではない。違うが、結局物を言うのは力。相変わらずお前の考えは神数戦術、頂上化物。かつてお前は俺より一歩先に立っている存在だ。だが今は違う。お前が俺を追う番なのさ。柱間、俺たちはすでに死んだ存在ぞ。現在の世に干渉するのはやめろ。俺が死んだ存在、誰がそんなことを決めた。俺はかねてよりこの時のために少し淡々と計画を進めていた。扉間を少し褒めてやりたい気分だ。どういうことだ。やつが江戸天聖の術を作ったおかげで、こうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならばもうかなわなかった戦いだ。見切った。現在の五影に比べ、柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。先方、神数戦術、頂上化物。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。今と昔では求められているものは違う。力は全てではない。違うな。結局物を言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。俺たちはすでに死んだ存在。現在の世に干渉するのはやめろ。俺が死んだ存在、誰がそんなことを。俺はかねてより報告のために先方を担当した。神数戦術、頂上化物。今の世をこれ以上乱すことは許さん。さすがはまだだ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、
絶え間なく争い続けていた遥か昔、神樹はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から神虫として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が神樹に宿った。その実には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを説き忍衆を始めた忍びの僧、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか？その身に人が手をつけた時より、人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものが、その愚かさを象徴する存在だとは思わないか？それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ、それをなすのはお人でも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ、なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際だ、はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。